はい、どうも、こんにちは。ジェット大好きです。じゃーん。アルフ 7R4。えー、2倍テレコンをつけて、7日波。ということでね、最大4 0 0ミリの、えー、ズームレンズとなりますけどもね、お月様、今日満月ですからね、せっかくだからね、中秋の名月の、翌日の満月、これ撮ってやろうと思ってね、出てくるところを撮ってやろうと思、思いつつですよ。思いつつね、自分の YouTube の動画をね、 えー、さっきギターの動画をあげましたけどもね、この動画、こいつの動画をあげてたらね、なんか出てくるとこはね、逃しちゃったのよ。だからね、えー、いっぱいいっぱいのズームの400ミリ、ね、400ミリ相当のはね、取れてないんだけどもね、えー、ある程度登ったところで夜景と絡めて、なんで200ミリ 結局、テレコンつけなくても撮れたなと思うんだけども、200ミ、mm、リ程度で撮ったものがあります。えー、それ撮ったらなんかね、満足しちゃって。<laughs> 満足しちゃって。三脚も立てずによ。三脚持ってったんだけど、あれもう月出てるわ。もう結構月登ってるわと思って、えー、試しにこれで、ね、1枚手持ちで撮ろう、パシャン。後で見たらね、これね、AF じゃなくて MF になってた。 もうピントすら合わせてね。<laughs> ピントすら合わせてないんだけどもね、これパシャッと撮ってね、液晶画面見て、あれこれでいいやと。<laughs> 今日ね、3枚、3枚撮って、非常に満足した。えー、相感度が12,800と非常に高いんですけどもね、鼻から何するつもりだったかっていうとね、SNS に、 あの、琵琶湖からの満月はこんな感じですよ、みたいな感じでね、投稿するだけで考えてたんで、全然それでいいんです。えー、よーく見たらね、拡大するとよーく見たら、あの、ブレてたりするんですけどもね、全然構いません。えー、SNS に投稿するだけなんで、おやおや、月ってこんなに簡単に撮れちゃったかなーって、思ってる次第でありますね。<laughs> 難しいなぁしかしこのレンズもいいねえソニーの g m 7ニッパですね 7200mm ズームレンズこれと α7R マークフォンこれ相性はなかなか良さそうですね使い勝手はいいですね少なくともねまあ今日はね手ぶれ写真しか撮ってませんけども、えー、これは大活躍するんではないかなと思いますだってもうね、うん 何組み合わせたっていいんですよ。えー、最近はね、これです。ライカのズミルックス。これを使ってもね、非常にいいんですよね。いいカメラなんですもん、これ。本当に。うん。はい。ということで、えー、今日はね、お月様を撮ってみました。バイバイ。